デサントの中でもクリエイティブが集結されたって言われてるジャケットなんですよ。一番当たりちゃうかなって思えるぐらい完成度がねすごい良かったんですよ。これがエントラントっていう防水なんですよ。はい、本日ですねこちらデサントのクレアスを紹介していきたいなと思います。ということでこれですねデサントの中でもクリエイティブが集結されたって言われてるジャケットなんですよ。で結構僕の視聴者さんからこれ紹介してくださいっていうお声多かったんですけど、僕見た中で今年のマウンテンパークやったら一番当たりちゃうかなって思えるぐらい完成度がねすごい良かったんですよ。でそれをね皆さん一緒に見ていただこうと思ってますので、僕の中では当たりなんて思ってるんですけど、今後実際着ていくとどうなるか分からないですけど、まあ一回見ていきたいなと思います。これデサントっていうと多分皆さんイメージするのってダウンジャケットじゃないですか。で結論から言うとダウンよりいいと思います。ダウンジャケットであったデメリットっていうのを見事解消してるっていうのがこのデサントのクリアスなんですね。でなんかどうやら昨年からも出てたらしいんですけど、僕知らんかって、なんか昨年モデル買った人と今年のモデル買った人とではなんかサイズ感が若干違うらしくて、レビュー見ていくとなんか人によってはちっちゃいっていう人もいてるし、人によっては大きいって言ってる人もいてるんですよ。だからこれようわからないんですけど、僕が実際買った購入サイズっていうのは O サイズですね。だから日本サイズで言ったら XL になるんかな。でこのサイズ感ということになっております。ちょっと一回締めてみましょうか。はい、とまあいかがでしょうか。一番上まで締めた感じはこんな感じになってますけども、この O サイズやったら着てる感じ全然違和感ないので、多分僕サイズこれ O やと思います。でダウンジャケットの方は L を確か着てたんだな。あ、そうですね、 L サイズね、着てたと思うんですけども、これ O サイズで着用してみました。はいはいはい、なるほどなるほど。でねこれねちょっと見てもらいたいんですけど、ここ見てくださいよ、この袖口のところのベルクロ、これブロック状になってるんですよ。だからこう何回つけて外して何回つけて外したりしても劣化しづらいようになってるんですね。この辺なんかはすごい完成度高いなと思うじゃないですか。で他にもめちゃくちゃ考えられてるなっていうところがいっぱいあるので、デメリットが結構少ないように仕上がってるんですね。マウンテンパーカーやから防水なんですかって話じゃないですか。でねこれね防水なんですよ。で今まではこのニーズサーダウンのダウンジャケットの方で使われてた、ダーミータックスかなっていうやつとはまた違って、ゴアテックスでもないんです。でもっと言うとこれのゴアテックスモデルもあるんです。だからそれお前紹介しろよって話なんやけども、それに関しては12万するんですね。だから全く形は同じなんやけども、ゴアテックスモデル、しかもゴアテックスのプロモデルが欲しいって方はその12万の方を頑張って禁煙してもらって、酒飲むのもやめてもらって、お小遣い貯めてもらって買うしかないんですけども、まあ、ちょっとすぐ欲しいっていう方はこっちが4万9000円ぐらいかなっていう感じなんで、値段的にも半額以下なんでいいんじゃないかなと思います。で防水なんですけど、これがエントラントっていう防水なんですよ。でエントラントって防水どうですか、はっきり言ってどうですかってことなんですけど、エントラントっていう防水って聞いたことないですか。初めて聞いたっていう方多いと思うんですけど、エントラントは何なんかっていうと、東洋霊よ、東霊が作ってる防水なんですけど、耐水圧だけで考えていくとゴアテックスがだいたい4万5000ミリぐらいなんですね、耐水圧が。でワークマンの方でも今2万ミリとか3万ミリとかあったりするモデルはあるんですよ、イナーレブンっていうモデルやったら。ただ今回のこの防水ジャケットに関しては耐水圧が1万ミリなんですね。だから1万ミリって言っても普通に街中で歩いてて、あ、1万ミリやからすごい雨染みできましたっていうことはないんですけども、唯一デメリットがすっごいデメリットがあるんですよ。これのした人に関しては1万ミリやったらもしかしたら雨が浸透しちゃうかもしれないっていうデメリットは後で後半でお話しますので、今は一旦それは置いておきましょうということで、1万ミリなんですね。なので一応まあ防水とか防風っていう素材は使われてるっていうところだけね、いいんじゃないかなというふうに思っておいてください。正式名称はエントランとウィンド対等ナイロン 3L っていう名前になってるので、劣化もね起こらないと思います。 3L ジャケットになってるので基本的な劣化っていうのはないかなと思うんですけども、1点怖いのがこの裏地がポリウレタンの樹脂加工してるんですね。だから樹脂加工してるからもしかしたら剥がれてくる可能性があるんかなっていうところが少し気にはなるんですけども、まあそんな感じでとにかく防水やと。だから僕個人的にもね、アークテリクスとか今なかなか買われへんやんかと、こう店舗行ってもないじゃないですか。どうしようかね、もうノースもいっぱい買ったからもうええかなってなってる人とかはめっちゃいいんちゃうかなと思ってね、これになってます。でしかもアークテリクスの僕も持ってるアルファ SV っていう、それもゴアテックスプロ使ってるやつあるんやけど、それの最大のデメリットってここの横ポケットないんですよ。だからめっちゃ使いにくいなっていうところで、形とかめっちゃかっこいいんやけど、とにかくポケットないの使いにくいと思ったけど、やっぱこれはポケットあるじゃないですか。でね、それでいてさらに動きやすいんですよ。でそれがこのエントランスの生地のモデルなんですけど、見ててくださいね、パーってやったらちょっとストレッチ効いてるのも分かります、ビヨーってこう伸びてるのも分かります。だからこう動きやすさもあるんですよ。でもう締めててもそんなにめちゃくちゃタイトとかっていうわけじゃないので、今っぽい形のシルエットで、まあ、さらにこうギュッて動いた時にはちゃんとこのストレッチが効いてくるので、
で、街中はもちろんいいんやけど、旅行とかも良さそうやな。旅行とか行った時に、まあちょっとこれスーツケースなんかバッチ忍ばしといて、で旅行先でちょっとアクティビティあるとか、ちょっとこう観光する時に動き回ったりするってなった時に、雨降っても全く問題ないし、さらにこうストレッチも効いてるって考えたら、これちょっと海外旅行もいいかなとかって僕個人的には思ったりするんですけど、そういうところです非常に使いやすいんじゃないかなと思います。で、生地だけがそのストレッチかかって動きやすいっていうところじゃなくて、パターンもすごい考えられてるんですよ。で、パターンがね、たまにどこのブランドとは言わないんですけども、すごいパターンが残念な時って、こう手広げたらムササビみたいになる時ありません？ここめちゃくちゃ広くて空でも飛ぶんかっていうぐらい、このムササビになってる時あるじゃないですか。あれってパターンちょっと残念やなっていう感じやけど、これに関してはちゃんとこう手が広がっても、この裾がヒューって上がってきたりとかせえへんし、さらにこれ僕今ロンティーしか着てないんですけど、中結構余裕あるんですね。だからこれパーカー中に着るよとか、スウェット着るよとか、ニット着るよとか、全然そんなも全く問題ないような感じかなと思います。だからサイズ的にはどうなんですかね。インナーダウンとかこれ着れると思うんですね。まあ例えば名作のね、このモンベルのスペリオダウンあるじゃないですか。これまあ大体まあ5割ぐらいの人が持ってるって言ってもいいぐらい、これもう定番じゃないですか。でまあこれまあ例えば着てますと、でその上からインナーダウンの上からこのアクレス着たいですと。そもそもアクレスって名前なんですかっていう話なんやけど、なんかそれは公式ホームページに書いてたからまた見てみてください。なんか頭文字やなんかとかで書いてましたけども、まあ例えばこれで着るじゃないですか。で着た上で、インナーダウン着た上で締めていただいても、ほら全然問題ないですよ。最近僕ちょっとレビューしてる中で、あんまりこれいいなって思うのがあんま当たりがなかったんですね。で今回これに関してはええなと思って喋ってるから、楽しい、非常に楽しいお話になっておりますので、聞いていただけたらなと思います。でそれでいて体温調節もできるんですよ。で体温調節に関しては、こういう風にインナー着るから体温調節できるっていうわけではなくて、デサントのオールデラインの特徴なんですけど、デュアルベンチュレーションっていうのがあるんですね。これ見ていただけますかね。これも大注目のポイントですよ。テスト出てきますので覚えてくださいね。ファスナーが2つあるんですよ。まずはこの外側で止めるファスナーがありますよね。でいやいやいや、これベンチュレーションやから、風通ってきて寒いよと、チャリンコとか乗ってきたり、前から強風吹いてきたら春の風って寒いよ、春一番寒いよっていう場合はですね、この内側の方でギュッて締めていただけると、完全に風とか雨とかが入ってこない仕様のデュアルベンチュレーションっていう2つね、選べますよと。その日の気分によって変えたりとかできるよっていうことになってるんです。でさらにそれでいて、もちろんこの脇のとこのベンチュレーションもあるので、こんな感じで、これってミスサーダウンでもあったじゃないですか。はいはい、デュアルのやつのこの前身頃選べるタイプにこのベンチレーションですよね。はいはいはい、ありましたありました。ミスサーダウンでも僕見て、それでミスサーダウン買いましたもんっていうことなんですけども、そういういい機能は継続であって、さらにパターンを少しゆったりめにしてるっていう感じで思ってもらったらいいんちゃうかなと思います。まあ、なのでこうやって今僕が着てるみたいにインナーダウン着たいバージョンの人であれば、自分の普段着てる L サイズ着てはるんやったら1個上でもいいかなと思うし、普段 M 着てるんやったら L にしてもいいかなと思うんです。でも袖口とかこうやって止めれるし、こことかもギュッて止めれるから、いやじゃなくて、俺はもう中ロンティしか着ひんねんと、 T シャツしか俺着ひんねんと、なんやったら筋肉ムキムキからそれ見せていきたいねんっていう方なんかは、まあ、いつものサイズで全然いいんちゃうかなと思いますので、いつものサイズにしてもきつかって動かれへんかなっていうことはなく、こうやってさっき言ったようにちょっとストレッチがね、やっぱ効いてるので、まあ、あまりにもバツバツやったらあかんけども、多少きついぐらいやったらこうやってストレッチで効いてるので動けるんちゃうかなっていうところで、非常に今聞いていただいた感じで、え、見た目のシルエットかっこええやないかいと、ほんでそれでいて防水やないかいと、で旅行の時も持っていけるやないかい、でそれでいてこの水さあのデサントのオルテラインのこのデュエルとかベンチレーション、俺もうめちゃくちゃ好きやってんっていうのもハマるじゃないですか。で生地にストレッチ性があったり、パターンがいい感じ、おいおいもう悪いとこないやないか、これも買いに行くしかないやないかってなってくるんですけども、ちょっと待ってください。デメリットがございます。ここでですね、非常に残念なデメリットっていうのをね、お話しさせていただきたいなと思うんですけども、どんな商品にも必ずデメリットがあるっていうのが僕の、口癖でございます。でこれはディスりたいわけじゃなくて、これ素晴らしい商品やって僕は思ってるんですけども、こういう方はやめた方がいいですよっていう話をさせていただきたいなと思いますので、耳をかっぽじて聞いていただけたらなと思います。具体的にそれが何なのかというとですね、バイクの人、そして自転車の人には向いてないと思います。おお、なんでなんて、防水やのに自転車とバイクめちゃくちゃいいやん、しかもストレッチもあるからより動きやすいやんと思うんですけども、実はねこれね、そういう方におすすめなのっていうのは以前も紹介させてもらったんですけど、このノースフェイスの新しいやつはこれ自転車とかバイクとかそういう人に向けて作られてるから、こっちの方がいいんですよ。で理由はね、なんでなんかというと、このアクレスはタウン用として作られてるから、やっぱり自転車とかバイクには向いてないんです。でそれを決定づける証拠っていうのがあって、なんでなんかっていうと、この記事最初なんて言いました、もう皆さん覚えてないです、僕も覚えてないからちょっとカンニングしますね。エントラントっていう名前なんですよ。でこのエントラントっていうのは耐水圧1万ミリなんですね。で1万ミリの耐水圧ってどんなもんなんっていう話なんやけど、さっきちょっと低いって話したんですけど、1万ミリって大雨とかがまあいけるかなっていう感じなんです。でいやいやいや、自転車とかバイクで大雨の日別に乗らへんからっていう話なんですけど、これは雨の量の話じゃないんですね。耐水圧っていうのは厚さなんですよ。だから圧力なんですよ。でバイクとか自転車って小雨でも圧かかってるんですね。こっちがスピードで出るからって考えた時に、ちょっ
っと強めの雨降ってきて、でなんか最近天気悪いな、うわおいゴロゴロ言って雨降ってきたぜ、よし早く帰ろうって言ってバイク乗ってる時なんかは、結構耐水圧が1万ミリ超える可能性とかって、まあ、なきにしもあらずというか、それは2万ミリとかワークマンからもうバイク用の耐水圧の高いやつが出たり、まあ、もちろんゴアテックスとか4万5000ミリとかって言われてますけど、こんなんとかやったらいくら大雨でバイク乗って耐水圧が高まっててもいけるんですけども、まあ、普通にこう傘さしてる耐水圧と同じ雨でもバイクに乗ってスピードが出てる時の耐水圧ってまた変わってくるわけなんですよ。って考えた時に、いやこれバイクで切るようじゃなくねっていう話になってくるんですよ。って考えて、まあ、バイクチャリとかで重きで使いたいってなってくると、やっぱりこのノースベースのやつとかがいいんじゃないかなと。さっきも言ったみたいにこのベンチレーションもこれついてあるし、これに関してはわざわざ開けたりすることなく、もう元々ここでね作られてるんですよ。だから脇とかのベンチレーションも快適に作られてるし、もっと値段抑えたいっていう方はワークマンのイナレムで全然問題ないって感じになってくるので、まあ、バイク自転車って考えるとその耐水圧の弱さっていうところがデメリットになってくる。でも耐水圧を弱くすることによっていい恩恵もあるんですよ、このエントランドね。それが何なんかっていうと動きやすさ、動きやすく作られてるんですよ。だからよりおすすめの人としてはこう街中で着る人とか、あとはちょっとショッピングモールとか行ってるとか電車乗る人とかもうめちゃくちゃ最高。なんでかってこう電車乗ってる時にこのデュアルで締めてたちょっと暑いよと、ほんならちょっとこれを開けてこういう風にちょっとあの換気しようっていうパターンもできるし、ちょっと暑いからここ開けようっていうのもできるし、雨降ってきたからこれ着よう、全然 OK やし、ほんまにダウンジャケットの悪いところが全部ダメだったんですよ。でダウンジャケットの悪いところ何やったかな、デサントオールドラインのダウンジャケットの悪いところ何やったかな、あそうそうそう、シームレスやと。シームレスやから圧着してるからこれ剥がれる可能性ありますよ、でもこれ正規メーカーでやると修理ができますよみたいな話はしましたし、それ以外にもちょっと中綿のダウンの量が少なくねっていう、ちょっと暖かくはないよねっていうことで、もう機能は完璧なんやけども、ちょっとシームレスっていうとことダウンの羽毛のレベルの話になってくるとちょっとムムってなってくるとかあったじゃないですか。だけどこれはシームレスでもないしダウンも入ってないからもうこれ仕上がってるんですよ。なので今までこのノースフェイスのマウンテンジャケットがラオウですっていう話してたんですけども、これはもう新世代のラオウになるんじゃないかっていうぐらい、すごい仕上がってると思うんですね。なので5万円前後でマウンテンパーカー何がいいって言われたら多分今これ一択なんちゃうかなっていうぐらいいいんちゃうかなって僕は個人的に今思ってるんですけど、もっとハイスペックというかもっとなんか本物っぽいのが欲しいっていう方、それこそ、まあ、バイクでも乗りたいしもうチャリでも俺はどうしてもこのアクレスの形が欲しいねんっていう方はアクレス EX ってやつがあるんですよ。でそれがゴアテックスプロモデルなんですよ。もう形一緒なんやけどもゴアテックスプロモデルっていうのがあって、それはアクレス EX ってやつで、それが12万1000円するんですよ。そっちに行けば今のデメリットも解消されます。なのでどのタイミングでも切れるっていう状態になるけども、まあ、今回のこのパターンに関するとチャリンコはチャリンコとかバイクはバイクで違う方がいいんじゃないかなっていうことになってますので、非常にいい形じゃないかなと思います。でフードも、フードねこれね、ここファスナーかなんかついてるはずなんですよ。でこれファスナーで今閉じてる状態なんやけども、ファスナーヒュッて開けてあげればフードがガッて開いてくるような感じになりますし、これもともとフードがこう閉じてるように見えることによってよりこう襟元が立ってくる感じもあるので、これ形もいいじゃないですか。だからここ半年ぐらいねワクワクするアイテムっていうのが正直あんまなかったんですよ。やけど動画やからもちろんいいとこもあると思うし悪いとこもあるっていうのは正直言ってたんですけど、まあ、これに関してはねようやく楽しくお話ができる。これ悪いとこってどこがあるんですかね、あんまないですよね、この好きのもいいですよね、これってすごいこだわってますよねって話ができるので面白いなと思います。ただね、あの、一点だけ言わせてください。僕、メイドインジャパン好きな僕からしたら、この水沢ダウン、言うと、岩手県で作られてる。まあ、有名な話じゃないですか。日本で作られてるんですよ。水沢ダウンは、なんて言ってるけども。アクレスはね、なんか、ベトナムで作られてました。だから、おいおい、メイドインジャパンちゃうんかいって話なんやけど、まあ、そこがね、唯一僕が気になる点やったけども、まあ、大体皆さんそんなこと気にならないんじゃないですか。だから、非常に仕上がってるマウンテンパーカーちゃうかな。ここ近年で言ったら、アークテリクスよりも仕上がってるっていう、個人的に思いません?思わない?僕は思ってるんですけど、ぜひぜひね、あの、見てみるのもいいんじゃないかなと思います。ただ、このアクレスがシリーズなんで、このゴアテックスじゃないモデルに関して、これが一番人気なんですよ。値段的にも多分4万9500円とかそのあたりやから、一番まあ買いやすい。で、ゴアテックスモデルになったら12万になったら、ちょっと、うってなるから、まあ、そのあたりのところで多分これが結構レビュー数も多かったし、人気やったんで、これもしかしたらサイズがなくなるかもしれないんですけども、まあ多分人気やから毎年出るとは思いますけどもね。そういったことで、これの中綿バージョンもあったりだとか、これのソフトシェルジャケットバージョン、これはハードシェルなんですけど、ソフトシェルバージョンもあったりとかっていうことで、着心地的にもやっぱストレッチが効いてるからハードシェルって言われてもなんかすごいこう楽に着れるっていうか、で裏地もないんですよ。3層で裏地もないから比較的それこそ春の4月下旬とかぐらいまでちょっと肌寒いなっていう時はこれ1枚羽織るとか T シャツの上に1枚羽織るとかでも全然いけるような思いますので、で逆に寒くなってきたら秋冬とかはインナーとかもうダウンとか着ちゃえばフリースとか着ちゃえば結構着れるんちゃうかなと思いますので、僕正直車ではまあまあまあそんな、まあ、いつも通り大したことないやろうと思ってたら、ごきいいじゃんこれ、いい
いじゃん、最近の中で非常にいいじゃんっていう感じで、今後おすすめのアイテム、これは絶対この春買った方がいいですよっていうところにこれ入れたいなと思うぐらいおすすめということに個人的にはなっておりますけども、まあ実際使ってみたら知らない、裏地が劣化してくるかもしれないし、そこは分からないんですけども、まあおいおいね経過皆さんと一緒に見ていきましょうということで、本日はですねデサントのアクリスを紹介してみたら動画になります。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。